はいどうも哲学とです。今回もディアブロイモータルやっていきたいと思います。文句がむちゃ楽しくて、ついついね、また長時間プレイになりがちな、私ではありますが、なんかさ最近なんかふとさなんか普段 見ないからまじまじとこの名誉の壁をさ、あこんなのあったのあったなみたいな感じでさ見てたんだけど、なかなかこれもさすごいオブジェクトですよね。こうなんかさ壁画でありながらこう雲が流れてる描写とかあったりとかさ、まあ、この名誉の壁触っちゃうと結構いろいろとさまあめんどくさいのでまあ触らないですけど、なんだろうな、うん、まあイモタルやるって意外とこうなんていうかゲーム体験以外の部分でもさ意外とこうあこのオブジェいいなとかさこの建物いいなとかこのマップいいなみたいな感じで、なんだろう、そういうところを意外と楽しんでるのが結構私の場合多かったりするので、ね、なんかそれお前そのゲーム飽きてきてんじゃねみたいなことも言われたりするんだけど、なんだろうな、なんかゲームそのもののさ本筋に関わらない部分って意外と面白かったりしない？まあ例えばさディアブロのストーリーについての本とか、最近日本語で読めるストーリーブックみたいなやつも出てきてるけど、結構洋書のペーパーバッグなんかでね、ディアブロ1、2、3をこう掘り下げたようなさノベルとかもね出てるんで、意外とおすすめです。私新年とかになんかその日本語版が出たよみたいなさ動画上げたりとかしてたんですけど、意外とねディアブロのノベルいいものが多かったりするので、まあ、ぜひ見てみてほしい。なんかね最近あれなんだよな、すげえ勘弁してくれって感じなんだけど、マイクの音量がさすごい下がっちゃうんで、ちょっと今上げますんで、ちょっとねうるさいなと思う方もいらっしゃるかもしれない、ちょっと注意してください。はい、はい、マイクの音量上げました。はい、何なんだろうねこの勝手に Windows 側がさマイクの音量をさなんか大きすぎるように感じたので下げちゃいましたみたいな、この機能むちゃくちゃ配信者流せないよな。配信始まったらむちゃくちゃ声でかかったりとかさ声ちっちゃかったりってことが起きちゃうんで、ここら辺のなんか気遣いとかいらん気遣いなんだよなって気しますよね。まあ、これまあよく私もなんだろうな、 Web 通話とかでさ、まあ起きたりとかするときあるんだけど、そう、まあそういうなんていうのかな便利機能があだをなすというところはあるんだよね。そうで、まあ今回はね、まあ日課をこなしながら、まあ人生で本当に役立つものは何かという、むちゃくちゃ大冗談な問いからね、まあ始めてみようかなと思うんですけど、私今普段ね、まあ大学で、まあ哲学の教師というね仕事をしてるんですけど、元々はまあ電話系のね、まあ会社にいて、でまあそこでなんだろうな、まあ電話回線に関わるようなこととか、あとまあ特に私が強かった部分としては、まあまあ情報セキュリティですね。まあ特に、なんていうのかな。まあネットの中にある暗黒領域と言われている、まあディープウェブの研究とか、そういったこともまあ業務の中でやってたので。まあだからね、意外と私、だから哲学の論文を、他の哲学研究者に比べて、哲学の論文って意外と少なくて、そういったね、まあ情報工学系の論文で、まあ結局評価されたというかさ、まあ、もともと私、哲学に入ってきたというか、まあ、もともと哲学家なんで、まあ、哲学はできるわけなんですけど、それで仕事はなかったんで、工学部の、理工学部の情報倫理の教員としてね、雇われたっていう経緯があるんで、なんだろうな、なんかこれもさ、よく、YouTube で哲学の動画とか出してるとさ、いや、こんな文系の知識なんか役に立たない、理系の知識こそが役に立つみたいなこと言う人いるんだけど、それは結構一面的な考え方でさ、なぜ食べるのか、だからさ、
パンを作るっていうのは、まあ、技術の次元に、属しているわけだけど、何のためにパンを食べるのかっていうことと、パンをどう作るかっていう話はさ、全然違う話なわけで。なので、まあ、哲学はどちらかと言って言うとさ、何のために、パンを食べるのかということを問うてる学問で、まあ、工学はどちらかと言うとさ、まあ、工学って別にパン作ることじゃねえよと言われるけど、まあ、ここで言うとこで言うとこのさ、パンを作るっていう部分に、相当する、ことを行ってるわけなんで、だから人生に役立つっていう時に、人生そのものを考えるっていう行為に役立つのが、まあ、哲学だったり、あるいは文学だったり、社会学だったりとか、そういった人文科学というものになってくるわけだけど、何を作るかっていう、どう作るかって話、パン自体をどう作るかって話になってきたら、そこでは、まあ、理系が有利だよねっていう話になるし、まあ、実際私のキャリアを考えてみたところで、まあ、やっぱり理系の、業績を上げていく方が、なんていうかな、インパクトが大きかった。結局、なんだろうな、社会人を経て、まあ、大学に戻っていくときに、やっぱり強みになったのって、その理系の中でこなしてきた研究成果だったりする部分が結構多いので、なんていうのかな、その理系と文系、どっちが役に立ちますかって言うんだけど、さっき言ったようにそもそも性格が違うものなので、なんとも言えない。だって、まあ普通に、例えばですよ、まあというかどっちかっていうとどっちも本当は必要になるんだけどね。なんか、そう。特に私、まあ最近特に AI についてのさ、まあ動画とかそういうのもさ、まあ昨日ちょうど AI について話したと思うんですけど、ああいうのとかも、なんか、もう哲学だけやってたりとかするとさ、まあなんか過度に AI を恐れたりとかさ、なんていうか、そう。そういう部分がすごく強いというかさ、火は火事になるからやめましょうみたいなさ、それに近いような、なんかおよそ建設的でない、議論をしている哲学者とかも結構多くて、そのレベルでしか語らないのとかさ、思ったりすることもあるし、まあ、例えばインターネットについて哲学者が語るときもさ、なんかどっちかというとネガティブな印象で、なんか人間の本来的な生き方と反したものとしてこのネットのコミュニケーションになるものが成立してくるみたいなさ、感じで語るんだけど、私はそう思ってないんだよね。これだけどっぷり YouTube をやったりとか、あとまあネットの中でさ、いろんな人と、新たに知り合ったりとかってことがあるとさ、いや、ネットもまた、一つの世界の拡張として捉えられるものだし、なんかネットが特徴、すごく危なかったり、特殊なものっていう風なものとして位置づけられないんだよね。そう。だから、なんだろうね。で、まあ、人生の役に立つ知識っていうことで言うとね、まあ、学校出た後にさ、それでもなお自分自身を支えてくれるような知識っていうのは本物の知識だみたいなことを、あれ確かアインシュタインあたりが言ってたと思うんですけど、これまさにそうで、なんかその、もう起源が忘れられてある。まあもはやその、学校で学んだことすべて忘れてしまってもなお自分の中にさ、残っていて、人生に役立つものっていうのが本当の知識だと私も思うんだよね。だから、なんだろう。正直言ってさ、まあ、外国語、英語、ドイツ語、フランス語で、まあ、哲学書を読んで、それについて論文書いてましたっていう、まあ、例えば、まあ、私が今教えてる哲学家とかさ、そういうところでの学びっていうものが、まあ、実生活に、実社会に出た時にどれほど役に立つかっていうことを疑問視するような目線とかね。まあそういうのも当然あるんだけど、私はそうは考えていなくて、なんていうのかな。まずやっぱり哲学書って、まあ、なんていうのかな。
まあ、ある種その、なんていうか、あの文学とちょっとやっぱ違うのは、あの論証的に成り立った、まあ、まあ、生き方についての考え方だったりとかさ、まあ、倫理、善についての考え方だったりするわけなんだけど、まあ、やっぱり、読み解くのにかなり、まあ、専門的な技術が必要になってくる。まあ、当然語学力を養うっていう単純な面で見ても、やっぱり何年間かさ、ドイツ語、フランス語で、本を読むっていう経験をしないとなかなか読めるようにならないんでね。で、やっぱり先輩、まあ、先輩って言ってもさ、先生とか、あとまあ、ちょっと詳しいさ、上級生とか、そういう人と一緒に本を読んで、まあ、自分も辞書の引き方を覚えたりとかさ、何かわからない文章に出会った時にどう読み解いたらいいのかとか、そういうノウハウをこう学んでいく場なんですよね、哲学科って。で、なんていうのかな、結局私社会に出てから、まあ哲学と全く無縁のっていうのはおかしいんだけど、まあ無縁の領域で、まあ、なんていうか、生きるために稼ぐために生活してた時間が長いので、特に思うんだけど、まあ、そういう、なんていうの、今日は、まあ、今導入したさ、通信機器で起きてる、通信障害、まあ、通信遅延の問題が、を解決するための、まあ、対策をこう、考えようみたいなさ、そういう仕事があったとしても、やっぱりなんていうのかな、その仕事に向かうにあたって、なんていうのかな、うん、まあ、パニクらない精神というのも変だけどさ、心構えを作っていく過程の中で、まあ、やっぱり結構哲学が役に立った部分ってあるんですよね。社会に出てから、まあ、必ずしもむちゃくちゃその、まあ、哲学の大学院生だった時ほど哲学書が読めたわけではないんだけど、まあ、やっぱり、まあ、哲学科で学ぶって多分そういうことなんだよね。自分一人でもある程度こう、まあ、哲学の本を読んだりとか、そういうことができるだけのその訓練を受けてるっていうことなんだと思うんだよね。だから、まあ別に社会に出てさ、例えば、職場でのコミュニケーションの問題とかね、あるいは、その会社は何を目標にすべきなのかとかさ、そういうことに悩んだ時に、まあそれに関連する哲学書を読むとかってことが結構たやすくできちゃうんだよね。だから、なんかそういう読みの技術を深めるために、まあ哲学科って多分あると思うんで、まあ一概に無駄じゃないんだよね。特に私やっぱりなんか会社辞めたくなっちゃう病、これもうだってみんなあるんだけどさ、入ったばっかりの会社でも1年勤めてみたら嫌になっちゃってさ、辞めようかと思ってる哲学科の学生とかに会うとさ、それなんかちょっと哲学してみたらとかっていう時あるんだよね。自分にとって働くとは何かとかさ、うん、何のために働いてるんだろうかとか、そういうことをまさに考えるのって哲学の大きな役割の一つなんで、だからまあだから哲学科の学生でありながらもそうやってさ仕事辞めたくなったりとかするわけなんで、なんだろうな、そんな時に、まあ自分で考える一つのツールの一つとしてね、使ってもらえたらいいのかな、なんて感じで、最近は思うようにしてますね。で、まあぶっちゃけて言うとさ、まあ、哲学をやれば人生は豊かになるというよりは、まあ、考える時のヒントが得られるという感じで付き合っていくのは私は結構いいと思っていて、まあそういうこと言うとさ、いや、もっと積極的な意味あるだろうとか、そういうふうに突っ込まれそうなんだけど、まあ今は亡きさ、まあブルース・リーですね、燃えよドラゴンとかで有名なあのアクション俳優のブルース・リーがさ、まああの人哲学科の出身なんですけど、お前哲学なんて勉強してどうすんだよって友達になんか言われてて、まあ結局一般の企業とか就職できなくてさ、まあ俳優、アクション俳優って方向に入っていくんだけど、まあ彼がその時に言ったと言われてる逸話が面白くて、いや、
哲学なんかやってどうするんだよって、そんなんじゃどこにも就職できないですよって言われた時に、いや哲学は就職できなくて悩む時に役に立つのさってさ、ブルース・リーが言い返したみたいな逸話があるけど、まさにそれって結構さ、哲学者らしい、哲学を学んだ人らしい皮肉だなと思っていて、まあやっぱりさ、まあ例えばなんだけど、まあ特に私も今さこうやって、まあ中年にして今までのちょっと安定した職を捨てて、少しこう寄捨て人的な哲学者という生活に入ってるんで、特にやっぱり心情としてわかるんだけど、まあ特に最初若い頃とかすごくさ高い給料で働いたりとかしてるとさ、なかなかその仕事が捨てられなくて、例えばリストラとかにあっちゃってさ、まあ闇企業のさ怪しげな求人広告に騙されて、なんか名ばかり管理職みたいな感じでさ、実はすごい安いお金で管理職という責任だけを負わされてさ、無期限の労働を強いられるみたいなさ、そういうまあ人とかそういう事件とか、問題とかがさ言われたりするけど、まあ結局それって結局良い職場とは良い賃金がもらえる職場だっていう点で仕事を捉えてた場合には、そのまあ例えばさ大きい会社をまあリストラされた時に、ついついさ、いや自分は課長だったんだから課長じゃなきゃとかさ、そういうものにとらわれちゃう、あるいはその今の年収を超えるような企業に入りたいとかさ思っちゃったりとかねして、まあなかなか再就職はうまくいかなかったりとかさするわけなんで、なんだろうね。まあ私なんか、まあ、最近はなんだろうな、もちろん人間生きていくのにはお金が必要ですし、ゲームをするのにもゲームを買うお金が必要になるわけでね。だってこうやってゲームをやる時間があるっていうことだって、そのやっぱり日々の生活が成り立ってなきゃできない話になるわけなんで、お金が大事じゃないとは言わないけど、ただまあやっぱり必要最低限あればいいなっていう形に、まあ自分で考え方を変えた時に、まあ本当に自分がやりたかったことの方をベースに、仕事を選べるようになったんで、まあ気持ちはすごく楽になりましたよね。まあそれはトータルの額で言ったらさ、障害賃金下がっちゃってどうすんだよっていう人もいるし、まあそれは確かにそうなんだよ。なんだけど、まあ幸福っていうのは実は金だけでは測れない部分もあるし。いう部分もあるからね、お金が必要がないなんてことは言えるような立場じゃないけど、意外とそういうところでさ役立ったりするんで、でまあだから哲学ってまあ一つのこうヒントを与えてくれる、ものではあるんだけど、それだけがまあ人生豊かにしてくれるとは全く思ってなくて、なんか私年末にね、駅前で焼き芋買ったんだけどさ、なんか、焼き芋食いたいなと思って、焼き芋売ってるおじいちゃんとおばあちゃんいたから買ったんだけどさ、そのおじいちゃんとおばあちゃんがむちゃくちゃ幸せそうな顔してんよね。で、なんかさ、寒いけど、みんな大晦日の晩、楽しく過ごしてねって一人一人に声かけながらさ、焼き芋売ってるおじいちゃんとおばあちゃんがいてさ、この夫婦素敵やなと思いながら見てたんだけどさ、でもその人たちがさ、なんかまあわかんないよ、家帰ったらむちゃくちゃ哲学書読んでる人かもしんないけどさ、そのなんかおよそ哲学から無縁だけど、ある種その人たちってさ、なんか幸福とか何かの一つの答えではあると思うんだよね。だから決してそのまあいろんな方法があると思うんだよね。特に私とかさ、まあ哲学はやってるけど、普通のさ、まあゲームで一緒になるプレイヤーとかさ、いろんな仕事の人いて、でも、なんだろう。まあそれぞれの方法で、まあ何かしらのさ、まあ、人生の真実みたいなものに、まあ至ってる、そのアプローチの方法の違いなんだと思うんだよね。で、まあなんか、その中でやっぱ哲学なんかやってると面白いからか、いろいろ話しかけられたりとかしてさ、まあ哲学の話なんかもするんだけど、
意外と私はなんかさっき言ったさ、まあおよそその哲学書を毎日読むような生活とは多分さ、焼き芋作って売りに来るおじいちゃんたちの生活ってさまた違うと思うんだよ。まあそのなんか私は別にその人たちをさ学がないと見下してるわけでは決してないっていうことは言っておきたいんだけど、だからアプローチの仕方が問題なのではなくて、そこから何を得るかの方が結構私は大事なのかなと思ってるので、だからなんかさそうなんか同僚の就職相談とか見てるとさ、まあ、多くの大学教員って、まあ、企業勤めの経験がなく、まあ、学生たちを企業に送り込むっていうさ、まあ、非常に矛盾した行為に、なんていうのかな、勤しんでるんで、なんかついついさ、なんか、役に立つ資格を取った方がいいとかさ、そんなこと言い始めるんだけど、私は決してそれだけじゃないだろうなっていう感じがしていて、なんだろうな、だからさ、まあ確かに就職活動とかそういう時に単純にバイト頑張ってましたとかさ、なんだ合コン頑張ってましたとかさ、それを言うだけじゃちょっと根拠としては弱いんだけども、ただやっぱそういう経験もまたさ、人生の豊かさを与えてくれるものだし、なんていうのかな、一つのアプローチの方法だと思うんだよね。真剣に恋愛を頑張ってましたとかさ、そういうんだって私は全然いいとは思うんだよね、まあだからもちろん就職する時のさに役立つとかそういう観点に絞っていくから、まあ当然ながらそういうさ、まああまり面白くない回答になっちゃうんだろうと思うんだけど、なんだろうな、あんまりだから私にとってはその人生を語るということは哲学という、方法でしか、まあ、やりようがなかったからそういうふうに、語ってるけども、まあその方法の答えの一つがさ、美味しい焼き物や、焼き芋を作って、まあ街行く人々に、まあ幸せな瞬間を届けてあげるっていう答えでもいいわけだよね。だから、なぜ、そう、意外とこう、まったり雑談してるんで、アホな話してんなと思われるかもしれないんですけど、なんだろうな、本当に人生で役立つ知識っていうのは、別に学校に行かなきゃ得られないものでもないし、まあもちろん学校に行けば、その中で得られるね、知識もあるんだけど、まあ多くの、まあこのチャンネル、まあ学生さんも見てくれてるけど、まあ社会に出た方だって、やっぱり、なんていうのかな、特別なことを学ばなきゃいけないとかさ、なんかたまにほら、なんか勉強不足なんで、成功哲学の本読んでますとかさ、そういう話とかもたまに聞いたりするんだけど、まあそれだけじゃないかもしんないからね、なんかむしろこう、自分のその仕事の領域の中で役立つようなさ、専門的な知識を身につけたりとか、まあ自分の仕事と直接関わらないけど、まあそれに関連したことを勉強してみるとか、そういうことも意外と役立つ知識なんじゃないかなっていうふうに最近なんか思ってますね。まあうちのさ、視聴者さんでエンジニアさんやってる人とか、まあ私ももともとがエンジニア畑から出てきてるんで、まあそういう視聴者さん多いんだと思うんだけど、なんかほら AI、 私がちょっと AI が面白いって話をしてたから AI の本買ってさ、ちょっと AI の技術ちょっと勉強し始めてみたとか、そういう話とかも聞いたりするとさ、あーそれいいっすねとかってさ思ったりするんだけど、なんだろうな、まあ幸福の答え方って実はそんなに簡単じゃないというかさ、まあ今回の話にどこに哲学が含まれてたんだろうってさ思う方もいると思うんですけど、結局
人生の幸福の答え方は、まあ、哲学書を一生懸命読むという読んで、それについて皆さんに、まあ、こんな哲学の思想があるんですよって解説するっていうことも一つの、答え方でもあるし、そして、みんなに美味しい焼き芋を焼いて、優しい言葉をかけていくっていう形というでも、表しうるっていうさ、その多様性があるからこそ人生っていうのは、楽しいものだし、まあまたその悩ましいものでもあるんだけど、まあ人間って別にそのまあゲームですらさ、こうやってなんていうのかな、最初に私がさ、あのここの壁画か素敵ですよねみたいな話してましたけど、ゲームですらその人にとってやっぱり多様な意味合いを、見せてくるのと同じように、まあ現実であればなおさら、その中で何を見出すかっていうことの可能性っていうのは無限大にありますので、なんだろうな、なんかよく役立つ知識とかそういうことって、まあ、あと人生もっと豊かにしてくれることとかそういうものを求めて哲学を学びに来る人ってもちろんいて、まあそれは得られるんだけど、まあおそらくなんだけど、直接的に知識としてさ、なんかワードエクセルの使い方とかさ、エクセルのさ、関数の使い方的な、形で、多分開示されてくるものじゃないんですよね、多分人生の意味とか答えとかっていうのは。だからまさに答え方は人によって違うんだけども、まあそれに哲学的な、アプローチで迫ろうとすると、まあ今日話したようなさ、ことを私は考えてしまうんだよね。あれ、ああもうこれ最悪なんだよな。画面が消えんだよな。こういうことたまにあってさ、どうしろとって感じよねこれ。ああ、よかったよかった。悲しいみたいな。まあ、文句になってからだいぶね、最初のうちは突っ込みすぎて死んだりとかさ、死にまくってましたけど、まあ、狩りの方も、どんどんこう、レジェンダリー、なんだろう。でレジェンダリー自体のドロップ率が上がってるから、あの彼自体がしやすくなってきてるというところがあるんだと思うんだけど、まあ転職するとさ、やっぱり多分特に知力職やってた人がいきなり、近接職やり始めたりとかすると、最初のうちさ、何これ筋力職こんなに死にやすいのみたいな感じでさ、ビビったりすると思うんだけど、まあ意外と慣れてくるとさ、これもイモータルの一つみたいな感じでさ、楽しめると思いますんで。そう、結構転職したこと一度もないんですけど、やってみてどうですかって結構聞かれるんだけど、いいですよ。やっぱり特に、秋が来た時とか、そういう時は、積極的にね、こう違う、自分が全くやったことないようなプレイスタイルの職とかやってみると、楽しいと思いますんで、ぜひね、まあ、特にここ、製図がさ、ランク4までいくと、もうそれ以上強化できないっていう仕様になってるから、まあ、いっぱいになっちゃった人とか、全部コンプリートできちゃった場合はさ、違う職やってみてもいいんじゃないかなと。特に今ヘルナナに、まあ、みんなが移行し終わって、まあ、その後の部分っていうのかな、それをやってるような時期だと思うんで、やってみるといいんじゃないかなと思ってます。まあ私もまだなんだろうな、ちょっと組みたいビルドはあるんだけど、なかなかそのレジェ周りが揃わないんで、まあそこら辺をねゆっくり揃えてるかなって感じですね。はい、おお、力の祝福が結構こうバランス悪い。昨日1回だったのに今日5回分出てるからね。これ多分ランダムなんだと思いますね。私も他のキャラクターというかサブキャラクターで実は、もう育ててるので、まあ、そっちのキャラクターとかだとさ、今日がむしろ低くて昨日出た分の力の祝福が多かったりとかするんで、まあ、当然ながらトータルとして、なんていうか得られるポイントは同じになるので、
4日分としては同じなんだけど、どの、な祝福がどの日に出るかっていうのは多分ある程度ランダム性があるんで、まあなんだろうな、うん、まあまとめといたら最後にやるのもいいと思うんだけど、まあね、ゆっくりとやっていってもらえたらいいかなと思いますね。これ何？お？なんか強化できるって言われた。そんなことある？あー、そういうこと？あー、あー、これあれですね。エンチャントダストが足りないんだ今。これどうすんだろう。ピエンですねこれ。旧素材か。エンチャントダスト取るんだったらもっと低い難易度回すしかないよねこれね、多分ね。ああ、そういうこと？怖っ。どうしましょうかね。ランダム能力値1個アップ入れようか。筋力だけ上がっちゃったけど、だいぶね、そうね、ヘルナダのヘリクワリが最近回し始めたんですけど、だいぶね、うん、まあ死ななくなってきてはいるので、まあこの調子で育成の方もやっていこうかなと思ってます。はい、今回はね、まあ人生で本当に役立つものとは何かについて、ちょっとね考えてみたんですけども、まあ何かしら、まあ面白い話になっていたらいいかなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。